今回は元リアルギャングレオン・エドワーズの紹介をしたいと思います。レオン・エドワーズ MMA 戦績20勝3敗知能コンテスト、 UAC 戦績12勝2敗知能コンテスト、ジャマイカ出身の31歳、現 UAC ウェルター級王者です。パウンド4パウンド1位、 UAC デビュー以来15連勝中で、当時5度王座防衛中だったウェルター級絶対王者カマルスマンから失神 KO 勝ちで王座を奪い取った UAC ウェルター級新王者。長い手足を生かしたスピードと破壊力のある打撃を持ちながら、組で競り勝つ試合もできる、全てにおいてレベルの高いオールラウンダーです。レオン・エドワーズはジャマイカの首都キングストンの貧困な家庭で生まれ育ち、トタン屋根の木製小屋一部屋に両親兄弟と4人で一緒に暮らしておりました。町の治安は悪く、犯罪、麻薬取引、殺人が頻繁に行われており、毎日銃声が鳴っていたそうです。エドワーズは子供の頃、殺人が起こるのは当たり前だった、銃声が聞こえるのも当たり前だった、ジャマイカでは外で遊んでいて銃声が聞こえても走ったり隠れたりはしない、銃声が聞こえても OK、 誰も撃たれず誰も死ななかったという感じなので、また日常に戻る、それが当たり前だったと話しておりました。またエドワーズの父親は地元のギャングリーダー、エドワーズが幼い頃父親はイギリスに移住、イギリスでもギャングとしてお金を稼ぎ、ジャマイカに住んでいるエドワーズ家を養っていたそうです。エドワーズが9歳になると、父親が家を買うのに十分なお金を貯めたことを機に、家族全員で父親が住んでいるイギリスに移住。しかし移住先はイギリスのバーミンガムで、犯罪が蔓延している地域だったそうです。バーミンガムで過ごした学生時代、エドワーズは喧嘩に明け暮れる日々を過ごし、その姿を見た友人が映画にちなんだニックネームロッキーと名付け、現在そのニックネームは USC でも使用されております。そしてエドワーズが13歳の時、ギャングだった父親がナイトクラブで金銭トラブルの末銃で殺される事件が発生。このショッキングすぎる出来事がエドワーズの道を外すきっかけとなり、エドワーズはギャングに加入し犯罪に手を染めるようになりました。当時についてエドワーズは、俺たちはギャングがすること全てのことをした、麻薬を売り、強盗、銃撃、刺殺に関与していた、逮捕もされた、生命が危険な状況にいつもあった、俺は短期でいつも怒っていた、この間本当に後悔していることがいくつかある、自分がやったとは信じがたい出来事だ、それについては話したくないと話しております。17歳の時、エドワーズが母親と一緒にバス停に向かって歩いていると、 DVD レンタル店の上にある MMA ジムを偶然見つけたそうです。逮捕されるたびに迎えに来てくれており、申し訳なく思っていた母親から、毎日悪いことばかりしてないでジムでトレーニングしなさいと言われたことを機に MMA ジムに入会。当時エドワーズは MMA のことすら知らなかったそうです。しかしジムで練習する姿を見た MMA ジムのコーチから、天性の才能があると見込まれ、すぐにエドワーズはアマチュアで優秀な成績を収めました。エドワーズはトロフィーを家に持ち帰った時、母がとても喜んでくれた、それが MMA を続けられた理由だから、17歳から全てのエネルギーをトレーニングに注ぎ込むようになったと話しております。アマチュアデビューから約1年後、19歳でプロ MMA デビュー。イギリスのローカル団体で勝ち星を重ね、2014年にはバンマウェルター級王座を獲得。そして2014年11月、MMA 戦績8勝1敗の戦績で USC と契約しております。2014年11月、USC デビュー戦ではクラウディオ・シューバにスプリットの判定負けをするも、2015年4月、テスバジンスキー戦では試合開始直後に左フックでダウンを奪い、わずか8秒で KO 勝ち。次戦の2015年4月、パベル・バブラク戦でも判定勝ちすると、2015年12月、後の USC ウェルター級絶対王者、USC 本戦デビュー戦のカマル・ウスマンと対戦。組の攻防でコントロールされ、判定負け。これで USC デビュー以降2勝2敗。悪さから手を洗い、MMA に人生をかけるようになったエドワーズでしたが、世界最高峰 USC の高い壁に阻まれました。しかしこのカマル・ウスマンに敗戦後、エドワーズは快進撃を繰り広げます。2016年5月、ドミニク・ウォータースと対戦し、判定勝ち。2016年10月、アルバート・トゥメノフと対戦し、リアネイキッドチョークで3ラウンド1本勝ち。2017年3月、ビゼンテ・ルケと対戦し、判定勝ち。2017年9月、ブライアン・バーバリーナと対戦し、判定勝ち。2018年3月、ベーター・ソボッタと対戦し、3ラウンドパウンドで TKO 勝ち。2018年6月、ランキング11位のドナルド・セラーニと対戦し、判定勝ち。2019年3月、ランキング13位のグンナー・ネルソンと対戦し、判定勝ち。試合後のバックステージでは、SNS で挑発し合っていたホルヘ・マスビダルからインタビュー中にもかかわらず殴りかかられ、乱闘騒ぎを起こし、顔面を殴られて左目の下をカットする怪我を負っております。2019年7月、ランキング4位の元 USC ライト級王者、ハワイル・ドス・アンジョスと対戦し、リーチを生かした打撃でドス・アンジョスを完封し、判定勝ち。
試合後エドワーズは最後に敗れた現王者カマルスマンとの再戦を要求しました。これでエドワーズは8連勝、カマルスマンに敗北5連勝を重ね、ウェルター級ランキング3位までランクを上げました。しかし王者挑戦者政権内となったエドワーズでしたが、ここから不運が続きます。2020年3月、地元イギリスで元 USC ウェルター級絶対王者でランキング1位のタイロン・ウッドリーとの対戦が決定。しかし新型コロナウイルス感染拡大による影響で大会が中止、勝てば王座挑戦権を獲得できたはずの試合が流れてしまいました。2020年12月、期待の超新星ハムザット・チマエフと対戦することが決定しましたが、試合1ヶ月前にエドワーズが新型コロナウイルスに感染したことで試合が消滅。2021年1月に試合が延期されることが発表されるも、今度はチマエフが新型コロナウイルスに感染したことで試合が消滅。2021年3月にさらに試合が延期されることが発表されましたが、チマエフがコロナ感染からの回復が長引き試合は中止。それを受けて USC 代表デイナ・ホワイトは1位コルビー・コビントン対3位レオン・エドワーズで次期ウェルター級王座挑戦者決定戦をしたい。エドワーズは他の誰もやりたがらないランキング15位の凶暴なやつとの試合を受け入れたんだ。しかし試合はなかなか決まらなかった。エドワーズは次に進まなければならないとコメント。しかしコビントンは、俺は前チャンピオンにも勝っているし、エドワーズは試合後にトランプ大統領から連絡が来たこともないとコメントし、エドワーズ戦を拒否。巡り巡って2021年3月、約1年8ヶ月ぶりの復帰戦として当時ランキング13位のベラル・ムハマッドとの対戦が決定しました。ランキング3位のエドワーズにとって13位のムハマッドは格下の相手。しかし USC 代表デイナ・ホワイトは、エドワーズがもし勝利すれば次はタイトル戦に 100% 挑戦できると話しました。試合前エドワーズは、予想していたことだ、コビントンは私の名前を出すたびに逃げて言い訳をしている、腰抜けには何の期待もできない、私は誰とでも戦うことを厭わない、例えばチマエフとは戦う理由は見当たらない、ランキング13位のベラル・ムハマッドとも戦う必要はなかったし、トップ選手との対戦を待つこともできた、でも待っているだけではダメなんだ、他の誰も受けなかったのにステップアップしてくれたムハマッドのことをリスペクトする、3月13日には俺が世界一であることを証明すると話しました。試合は左ハイキックでぐらつかせるなど優勢に試合を進めましたが、2ラウンド序盤にエドワーズの故意でないアイボークによりムハマッドは試合を続行することができず、ノーコンテスト。流れに流れてようやく約1年8ヶ月ぶりに実現した復帰戦にもかかわらず、またしてもタイトル挑戦につなげることはできず、エドワーズは不運な出来事が続きまくっておりました。2021年6月 USC のビッグネームギャングスターネイト・ディアスとの対戦が決定しました。 USC 代表デイナ・ホワイトは、レオン・エドワーズ対ネイト・ディアスはどちらが勝ってもコビントの次にタイトルに挑戦させると発言。王座挑戦を目の前で逃し続けているエドワーズにとって絶対に落とせない一戦でした。またこの試合は両者の希望によりメインイベント以外のノンタイトルマッチで初となる5ラウンドマッチ。 USC のビッグネームネイト・ディアスとの試合ならではの異例の待遇で、エドワーズが知名度を上げるにもうってつけの相手でした。試合前エドワーズは、ネイトはこのスポーツではビッグネームだ、すでに素晴らしい実績を築いているし、俺にとってはタイトルマッチにつながる絶好のチャンスだ、一発殴るために4発殴られても構わないような試合をしてくるだろう、彼をバラバラにスライスしてサイコロ状にしてやると話しました。試合は全局面でネイトを圧倒すると、5ラウンド終盤にネイトの左ストレートでぐらつかされピンチに陥るもしのぎ切って判定勝ち。エドワーズはタイトル挑戦権獲得を確実のものにしました。試合後エドワーズは、最後の1分は本当にヒヤッとした、みんなも分かったと思うけどネイトがここまで長く活躍してきたのには理由がある、まさにレジェンドだ、ネイトが暴言とかで俺のことをイラつかせようとしていたのを分かっていたし、自分が挑発に乗ってはいけないこともコーチ陣から言われ続けていた、この勝利で俺がタイトル戦にふさわしいことを証明できたと思う、これで9連勝なのに加え俺みたいに試合を受け続けている選手は他にいない、次はタイトル戦だろうと話しました。しかし試合後 USC 代表デイナ・ホワイトは、ウェルター級のナンバーワンコンテンダーはコルビー・コビントンだし、タイトル挑戦まで待つのは断じていい考えではない、待ったことで失敗した例はたくさんある、このスポーツは人生と同じだ、保証がない、ここに来て試合をするべきだ、そしてファンを魅了してレオンにタイトル挑戦させるべきだと言わせなきゃいけない、彼には不運なことが続いたし、できる限り試合をするべきだ、ホルヘ・マスビダルと対戦したら面白い、今後組まれるべき試合としては大正解だ、おそらくやるべきだろうと話しました。そして2021年12月、かつて乱闘騒ぎを起こしたランキング6位のホルヘ・マスビダルとの対戦が決定。
かしマスビダルがトレーニング中に負傷したため試合が中止。レオン・エドワーズはツイッターでがっかりしたが、正直言ってこの詐欺野郎はどうせ俺とは戦う気はないと思っていた。彼はタイトルへの道のりの通過点でしかなかった。俺の目標は変わっていない。カマル・ウスマンよ、近いうちに会おうとツイート。そして2022年8月 USC ウェルター級タイトルマッチとして王者カマル・ウスマンとの対戦が決定しました。紆余曲折を経てようやくたどり着いたタイトルマッチ。前回のウスマン戦はエドワーズにとって最後の敗戦であり、6年8ヶ月ぶりの再戦。当時は互いに USC デビュー間もない選手同士でしたが、互いに連勝を重ね USC の頂点で再会することとなりました。カマル・ウスマンは当時 MMA 成績20勝1敗、驚異の19連勝中で USC 史上最長連勝記録2位となる15連勝を保持。また5度の USC ウェルター級王座防衛に成功中。無敵の強さを誇っており、 USC パウンド・フォー・パウンドランキング1位に君臨。長いリーチから繰り出される破壊力抜群の打撃と驚異的なフィジカル、5ラウンドをフルに動き続ける無尽蔵のスタミナ、しつこいケージレスリングと柔術黒帯を持つ確かなグラウンド技術でトップコントロールして相手を完封。またキャリアにおいてテイクダウンを奪われたことが一度もない全局面で圧倒的な強さを持つ絶対王者。当然オッズはウスマンの完全なフェイバリット。アンダードックのエドワーズに約3倍の倍率がつけられるほどウスマン有利とされておりました。試合前エドワーズはトレーニングばかりしていた。例えば3回中止になったチマエフ戦は3回キャンプを行った。何度もキャンプを行って飛躍的に向上した。今思えばあの数年間は不幸中の幸いだったんだろう。そのおかげで上達させるべき自分のスキルを上達させることができた。その一方で彼は試合をしているが、激しい試合をして消耗もしている。私はいわゆるパウンド・フォー・パウンドのベストを目指して取り組んでいる。彼は最高の状態で来ていると考えて完全に集中して臨むと話しました。試合は1ラウンドにウスマンからキャリア初のテイクダウンを奪い、2ラウンドから4ラウンドはテイクダウンとグラウンドの攻防で劣勢に立たされるも、5ラウンド終盤に左ハイキックで逆転の KO 勝ち。パウンド・フォー・パウンド1位、難攻不落のあのウスマン相手に衝撃のフィニッシュ勝利で世界を震撼させました。エドワーズは USC 新ウェルター級王者に輝きました。ジャマイカの貧困の家庭で生まれ育ち、父親が銃殺されギャングになるも、母親の勧めで MMA に人生をかけるようになったエドワーズ。世界最高峰 USC の頂点にたどり着き、ジャマイカ出身者史上初となる USC 王座を獲得しました。試合後エドワーズは、言葉にできない、みんな自分のことを疑っていた、自分には無理だと言っていた、今の俺を見てくれ、パウンド・フォー・パウンドを倒したんだ、イギリスにいてもベルトを取れると言っただろう、可能だと言っただろう、ここまで鍛えてきた、やることをやってきた、人生をかけてここまでやってきた、パンデミックもあり2年間何もできなかった、ジャマイカで生まれ何もないところから出てきた、不況を乗り越えてきた、お母さんあなたのためにやったんだ、人生を変えると言っただろう、今の自分を見てくれと話しました。試合後バックステージでエドワーズが母親に報告、死に物狂いで獲得したベルトを抱え母親に涙の報告をしました。USC 代表デイナ・ホワイトは、ウスマンは完璧な試合運びをしていた、ウスマンの試合運びを見ていると絶対的かつ完璧な自信を持って戦ったはずだ、それでもこうなるのはこのスポーツがどれだけクレイジーかということだ、このスポーツが世界最高である理由だ、5ラウンドの4分まで戦ってもこういうことが起こり得る、このスポーツでは何が起きてもおかしくない。今週メディアの人たちと話をしたが、みんなエドワーズを十分に評価していなかった。試合終了まであと1分ということで、ウスマンの勝利は確実だと思い帰ろうとしている人もいた。そこであのハイキックだ。このスポーツはとても素晴らしくエキサイティングで楽しいものだ。彼は本物だ。いつでもどこでも誰とでも戦うつもりだった。ウスマンと3戦目をやらない手はないだろうと話しました。カマル・ウスマンは試合後ツイッターで、チャンピオンも時にはしくじる、だが俺たちは立ち上がり復讐を果たすよ、クソ、俺はこのスポーツが大好きだ、いろんなことが起こるもんだが神に感謝し俺たちは動く、おめでとうレオン・エドワーズとツイートしておりました。2023年3月 USC286 ではエドワーズの地元イギリス・ロンドンでの大会開催が決定。レオン・エドワーズ対カマル・ウスマン3が組まれるとデイナ・ホワイトは予告しております。テイクダウンディフェンス率 100% のウスマンから初めてテイクダウンを奪い、初めて KO したエドワーズが今度は現王者として元絶対王者を迎え撃ちます。長年不運に苦しめられるも諦めずに努力を重ね USC 王者になった苦労人のここからの次なるキャリアに期待です。以上です。今後も各階級の王者トップランカーなどを紹介していきたいと思っております。いいね、評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。